鳥越村は石川県の南に位置した村。一向一期祭りで知られた。金沢市への通勤率は十三点一パーセント。二千五年二月一日に野々市町を除く石川郡を構成する町村及び松藤市と合併し白山市になった。手っ取り川本流及び市流大日川の菓子団球場に合わせて二十九の集落があり、町村政治市までは それぞれが独立した村であった。その後鳥越村成立まで複雑な離散集合を繰り返した。警察石川県警察剣警察署が管轄する。消防マットを石川広域事務組合消防本部が管轄する。なお、村内に消防署はない。上水道全域を鳥越村が供給する。下水道を鳥越村単独の公共下水道である。 ゴミ処理マットー石川広域事務組合が、マットー市のマットー石川環境クリーンセンターで処理する。電話金沢市の西日本電信電話、金沢支店が管轄する。市外局番は、村内全域が076である。郵便取り越え管郵便局が存在したが2014年4月1日に一時閉鎖となっている。村内に周波を行うつぼねはない。 税務末藤市の金沢国税局末藤税務所が管轄する。中学校小学校博物館、美術館等体育施設現在、村内に鉄道は通っていないが、かつては北陸鉄道近平線が村内を循環するように走っていた。廃線跡は近年サイクリングロードとして整備されている。コミュニティバススキー場道の駅、ありがとうございます。